僕はお茶筒を作る職人として、6代目としてずっと今職人をしています。お茶筒っていうのはもう明治の頃からこういうものをずっと作り続けるところなんですけれども、手で、お茶筒を作りながらやり続けています。お茶筒っていうのは、まあ、作るだけではなくてお客さんがこうずっと使っていくんですけれども、ちょうどこれが100年以上使い込んだものになります。この100年以上経ったお茶筒っていうのは実は今作っているものと全く一緒のもので、万が一これが壊れたとしてもパーツを交換しながらまたもう100年使っていただけるようになっています。なので基本的に毎日考えていることっていうのは、今こうして買っていただいた方が100年先修理に持ってこられた時にちゃんと修理ができるように、そのためにはどうすればいいのかっていうことをずっと考えながら毎日お仕事をしています。でも実際親父の代って大変な時代があって、親父は僕に後を継ぐなって言います。なので大学の時にやっぱ後を継ぐなって言われると、やっぱり社会人として親父の先輩のことっていうことを聞きながら、じゃあよそで働くかと思ってよそで3年ぐらい働いていたんですけれども、その時にうちのお茶筒が海外の方が買っていかれたっていうことがありまして、そこからもしかしたらうちのお茶筒海外でも売れるんじゃないか、そしたら親父が言うように日本の中ではダメになるかもしれないけれども世界中っていうことを考えたらいけるんじゃないかと思って、日本のマーケットだけではなくて世界中のマーケットを考えてやっていこうということで家に戻ってきました。で親父にこれ世界で売りたいんだっていうことを言ったら、親父は青かと、こんな外国の人が分かるわけがないんじゃないかと、そんなことを最初言われたのをすごく覚えてます。でも、まあ、やるならまあ仕方ない、やったらいいよっていうことで家に戻ってくるわけですね。でもその時に親父に言われたのが、お前には教えないと、見て覚えると、わしがやるのをずっと見とけ。なので朝から晩まで親父がやってるのをじっと見ながら横でやってみる、違う、よかったら何も言わずに外とか行く、そういうのをずっとやりながら毎日こうだん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 覚えていくんです。でやっぱりそういうふうにして、なんでその時は親父教えてくれないんだろう、他の若い職人には教えるけどなんで僕には教えないんだろう、すごく悩んだりもしたこと今でも覚えてます。でも今思うとそこにちゃんと訳があったんじゃないかなと思っていて、教えられるとやっぱり表面的なことを覚えてそれだけで満足してしまう。でも見て覚えるだと本当に僕たちが覚えないといけないことを自分でなんだ自分の一歩として覚えていくっていうことを親父がやらしたかったんじゃないかなと今では思うようになってます。まあ、話は変わりますけれども、僕はやっぱりそうやって親父が忙しかったのでおじいちゃんと過ごすことが多かったです。おじいちゃんは僕をこう陶酔会っていうすごい大変なプールに連れてってくれるわけなんですけど、すごい毎日泳いで泳いで泳いで走って帰ってきてまた泳いでみたいな、そんなプールの、スイミングプールに、連れてってくれるんですけど、終わったらもうクタクタになっていてて、その時のおじいちゃんが敬老乗車券でバスで帰るか、それともタクシーで帰るかと、タクシーやったらそこでお金使うからあかんけど、敬老乗車券やったらただやからソフトクリーム買ってあげるよ、もうその言葉を信じたらソフトクリームをって言って、ソフトクリームをやっぱり買ってもらっておじいちゃんと半分ずつしながら食べるわけなんですけども、やっぱそうやって日常の中でおじいちゃんちょっとずつ楽しいことをやっぱり掘り込んでくれたんですね。でそうやってるうちにおじいちゃんの感覚っていうのがなんとなく自分の中に入ってきてて、もしかしたら今コーヒーの缶を作ったりパスタの缶を作ったりしてるっていうのは、そういう楽しい部分っていうのをおじいちゃんから教わったからかもしれない。実際そうやってこうずっと毎日ものづくりをしながらどうやって次の代につないでいくのかなっていうふうに思った時に、僕は常に背中にやっぱりそうやって一緒にいたおじいちゃんのことや親父がやってきたことっていうことを感じながら、自分の子供がいるので子供のこと、おじいちゃんのことを考えると、じゃあ僕の孫のことっていうことを考えながら今どうすべきなのかっ
っていうことをずっと考えるようになりました。なのでやっぱりその自分自身としてのものづくりではないっていうふうに、職人のものづくりっていうのはそういうふうに感じるんですね。どちらかというと愛、私自身の愛ではなくて We、我々、私たちっていうのは We っていうような、そういう感覚を持ってます。それこそ代々やってきてるうちであれば、おじいちゃん、ひいおじいちゃん、親父、そういうのを背中に感じながら孫のことを考えてやっていく、そういう意味での We でもあるし、逆にやっぱりこれは道具なので僕たちは作るけれども常に使っていただく方のことを考える、そういう We でもあると思っています。というのは、実はおじいちゃんの頃っていうのは、このお茶筒の開け閉めのここの柔らかさっていうのはもっともっと硬かったんです。なぜかというと、今このお茶筒を今の人に渡すと大体こう横から掴んでしまう、そうすると開かないんです、ね、でもおじいちゃんの頃、まあ親父の頃もそうですけども、この角っこだけを持てばきちんと開くっていうことを分かっているんです、ね、ここを持てばこうやってスッと開いてくる、でも横から持つと開かない、ここを持つと開け閉めしやすく、だからおじいちゃんの頃はもっと硬くてもよかったんです。でも今の時代っていうのはこうやって持つと開かないけれども、そうやって持つ人が多いので、そういう人のためにもう少しここを緩く作ったりしています。なので見た目は全く一緒なんですけれども、今の人たちに合わせ込んでものづくりをしていくわけなんですね。その中でやっぱり自分自身ではなくて使う方のこと、そういうことを考えながら、愛ではなくて We のものづくり、でもいわゆるその We って言ってもインディビジュアルな愛の集合体ではなくて、何か同じ感覚を持っている We、 そんな感覚を持ちながらものづくりをしているのが職人じゃないかなと思います。でもおじいちゃんの代やってきたこと、親父の代にやってきたこと、僕の代にやってきたことっていうのはやっぱりそれぞれ特色があって、やはりその時代に合わせ込んだり自分自身がやりたいことっていうのをそこに掘り込んでくるわけなんですけれども、なので少し愛が掘り込まれてるんじゃないかなと思ってます。なのでなんとなくなんですけれども、大文字の W と大文字の E があって、そのちょうど中間に小文字の I があるような、そんな感覚を僕たちは持っています。そういう意味での We ですね。でもじゃあ次の代に渡そうとした時っていうのは、いくらこの小文字の I がちっちゃかったとしてもそれが邪魔になるというふうに思っています。なので次の代に渡す時はこの小文字の I を W とか E の中に溶け込まして、そして次の代に渡すっていうことが必要なんじゃないかなと思っています。この小文字の I を作るのにすごく拡大拡大努力するわけなんですね。それを溶け込ましていく、でその溶け込ました W と E を何かこう顕微鏡のようなもので見ると、中にはちっちゃな愛がずっと詰まっている、そういうものづくりを職人っていうのはずっとしてきたのではないかなというふうに思ってます。なので唯一無二のものづくりをするアーティスト、僕たちはさ、それはそれで素晴らしいなと思ってます。でも同じくらいこうやって続いてきたことっていうことも何か価値のある、そんなものづくりっていうことになっているのではないかなというふうに思っています。ちょうどこうやって先ほどおじいちゃんの代と僕の代でここの柔らかさが違うっていうお話をしてましたけれども、本当に作るものはずっと145年同じものをずっと作り続けてるんですけれども、同じものを作り続けるためには全く同じものだけを作り続けることではやっぱり続いていかないんですね。何かしてじわ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 下がっていく、それを何か上でこう釣り上げるような、そんなものが必要だったりするわけで、それが今ではコーヒーの缶であったりパスタの缶であったりカフェをすることであったり、またまたこうやって開け閉めの感覚を少し変えることであったりっていうことで145年こう続いてきたわけです。なんとなく旗から見ると開花堂っていうのはすごくコンサバティブで同じ物事をずっとやってるっていうふうに見えてるんですけれども、実は
叱ってみていただいて、よく見ていただくと、そのお茶筒の一本の線がずっと過去から未来に続いているんですけれども、その横をこう反復横跳びのような形でこう右に行ったり左に行ったりと振動しているような、そんな風な感覚を僕たちは持っています。旗から見るとちょっと一歩二歩引いて、旗から見るとその反復横跳びは一本の線にしか見えない、そんな風に映っているかもしれないですけれども、実はすごく高速でこう振動しているような、そんな感覚を持っています。親父はよく言います。相変わらずやるのってすごい難しい、京都であそこで相変わらずお菓子作ってあるよなっていうところほど、実はそういった努力を皆さんやってこられたのかもしれないです。ちょうど2000年に戻ってきて、今でちょうど22年このお仕事をしているんですけれども、今日本の職人のことをいろいろと調べています。その中で気づいた、分かったっていうことは、職人の中で動いているやはりそのビジネスとしてのお金っていうのはやっぱりすごく少ないんだなっていうことに気づきました。従事している人の数で年間総生産数を割っていくと1人当たり150万円分ぐらいなんですね。ということは、人が働いているお金、その職人に支払われているお金ってやっぱりすごく少ない。でも今の若い人たちが結構この世界に入ってきたりしていただいているんですけど、なんでそういった魅力があるんだろうなっていうふうにすごく考えるようになります。ある知り合いの職人さんが言うんですね。僕が調べたところによると、絵を描いている人と絵を見ている人だと幸せの度数が絵を描いている人の方が高いと。そんなことを聞いたときに、あ、もしかしたら僕たちっていうのは単なるお金っていうのではなくて、心の中に入ってくるお金に変わるもの、なんか六、昔で言うと六っていうような言葉になるのかもしれないですけれども、そういうものっていうのが僕たちの中にはあるんじゃないかなと思っています。そういうものが実際ずっと溜まっていくからこそ、こういうお仕事っていうことが本当に気持ちよくやってられる毎日があるんではないのかなっていうふうにも考えるようにもなりました。やっぱりその中でこれから先っていうことを考えたときに、今の日本も含めて世界っていうのはそういうお金、時間、そういうことで動いてるって、もうそこが大事なのはすごくよく分かっているんですけれども、それだけでもないんじゃないかなというふうに思うんですね。なんかそのおじいちゃんと僕がつながってた心のつながりであったりとか、もしかしたら今親父とうちの子供が一緒になんか工房でものづくりとかしたりもしているんですけれども、そういうことを見るとお金ではない何か心のつながりっていうことも、これから先の世の中を考えた時にすごく大事なものになってくるんではないかなというふうに思っています。お金、時間、特に時間なんかは今の物理学者は人間が考えたものだ、時間なんて存在しないっていうふうに言う人もいると思います。お金もそうかもしれません。人が考えたもの、世界中の感覚を統一するために考え出したものっていうことかもしれません。でも本当にこれから先の僕たちが生きていく上で大事なものっていうことを考えた時には、お金や時間だけではなくて心の中のロックというか賃金というか、本当に気持ちよさ、心地よさ、そういうことっていうことにきちんと目を向けて生きていくっていうことが僕たちにとっては大事になってくるのかもしれないなと改めて思っています。なのでこれから先も人の心に響くようなそういうものづくりを100年、200年と続けていれる、そういう場所であり続けられたらなと思っています。